マスター・オブ・ゼロはアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズ。アジズ・アン・サリが演じる30代独身俳優デフの生活を描く。制作はアジズ・アン・サリとアラン・ヤンが務め、ネットフリックスにより配信された。ニューヨークを舞台にしたシーズン1は2015年11月、イタリアとニューヨークを舞台にしたシーズン2は2017年5月に公開された。 シーズン3は2021年5月に公開された。番組は評価から高い評価を受けており、プライムタイムエミー賞3部門とゴールデングローブ賞を受賞している。ニューヨークに暮らすインド系アメリカ人のデフ。コマーシャル俳優として少しだけ有名だが、うだつが上がらない日々を送っている。デフは、キャリアアップを目指し、個性的な友人や家族に見守られながら、自分の道を切り開く。 マスター・オブ・ゼロの主要キャスト。上段左からアジズ・アンサリ、ノエル・ウェルズ、エリック・ウェアハイム、リナ・ウェイス、アレッサンド・ラ・マストロ・ナルディ。各シーズン前はエッセイ配信ネットフリックスは2015年11月6日に第一シーズンを全世界に配信した。第二シーズンは2017年4月12日に配信された。続編についてアジズ・アンサリは2017年4月に バルチャーにシーズン3をやるかどうかはわからない。復帰する前に長い休みが必要になっても驚かないよ。サードシーズンを書く前に別の男にならないといけないというのが僕の個人的な考えで結婚したり子供を持ったりしないといけないんだ。と述べていた。2018年7月、ネットフリックスのオリジナルコンテンツの責任者、シンディ・ホランドは第3シーズンについて アジズが準備ができたらと述べた。2020年初頭にロンドンで第3シーズンの制作が開始されたがナインティ1 9のパンデミックのため保留され2021年1月に制作再開の準備が整った。第3シーズンではナオミ・アッキーがキャストに加わることになった。本作は批評家から極めて高い評価を受けている。第1シーズンは 映画批評集積サイトの6点トマト図に64件のレビューがあり、批評価支持率は100%、平均点は10点満点で9.03点となっている。また、メトクリティックには31件のレビューがあり、過重平均値は91、100となっている。第2シーズンは映画批評集積サイトの6点トマト図に53件のレビューがあり、批評価支持率は100%、 平均点は10点満点で8.91点となっている。また、メトクリティックには24件のレビューがあり、過重平均値は91、100となっている。ありがとうございます。